ばんは。なんかすごい机の上がごちゃごちゃして。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。こんばんは。今日はもうお風呂に入りました。こんばんは。もう布団の中。早っ。まだ10時だよ。10時にベッド入るとか、もうずっとしてないかも。いいな。いいね。いいね。こんばんは。今日は早く寝れそう。うん、どうだろう。寝れるかな。でもなんかさ、早くさ寝るとなんかもったいない感じしない？なんかまだ一日がさ終わってないのにさ寝ちゃうのは、なんかその数時間を無駄にしている気がして。でもめっちゃ寝ちゃうんだよね、その分。お昼とかまで寝ちゃうけど。こんばんは。昨日25日のとこちょっとだけ追加して、わありがとう、ありがとうございます。こんばんは。来週あるの楽しみ。そうね、来週はあれですね、幕張メッセで。こんばんは。サマーツアーのグッズ、そうサマーツアーのグッズさ、ちょっと美術いい感じだったかも。珍しくベストは尽くせていないが、まだマシだったかも。だから買ってほしい。うっ、何？なんか時計が動き出した。もう一個の時計が。怖っ。こんばんは。そう、珍しくなんかいい感じだったので。いや、なんかさ、そのさ、そのビジュがうちわとアクスタとクリアカード全部一緒だったのがありがたい、個人的に。そう、全部違うとさ、逆にこのうちわのビジュはいいけど、こっちのアクスタはちょっと違うなみたいなこととか起きるのがさ、ちょっと嫌だからさ。でも生写真とかはありましたよね。生写真とかあったよね。でもなんかうちわとかは多分会場じゃ買えないっぽいので、あのネットでぜひご購入してください。見つけれます。なので見つけやすいです。ありがとう、ミラーボール、ありがとう。そう、うちは見つけやすいのでぜひ振ってください、ペンライトと一緒に。こんばんは。
去年のサマーツアーのうちわもねいい感じだったんだよね、ビジュアル的には。やっぱ髪型かな、髪型と何だろう、あとは分かんないけど、本当になんか自分の顔の写りがさいい時と、なんかグッズになると本当に悪いんですけど、悪い時といい時の差が激しすぎて悲しくなる。今回はいい感じでした。こんばんは。もうあれなのかな、もう買えるのかな、ぜひゲットしてください。アクスタはランダムらしいのでランダムらしいけど頑張って引き当ててください。こんばんは。アクスターでも欲しいよね。私もなんかグッズってあのなんかサンプルでいただくことが多いんですけど、本当に特会シングルのグッズとかもだけど、なんだっけ、基本いただくことが多くって、家にも本当に皆さんと多分同じようにグッズの量があるんだけど、そのアクスタってやっぱいいなって思うんだよね。可愛いもん。ただもったいなくてね、出してないんだよね袋から。そうあるはあるんだけど出してない、もったいなくて。こんばんは。チームの人数増えたから難易度上がってしまった。確かになんかそう、そうだよね、そうなるよね。こんばんは。生誕くじ以外はもらえるっていう、そうだね、基本的にいただきますね。そうだからね、いっぱいあるんですよね、もうパンクしそう今にも。そう、そこら辺のなんかグッズとかを整頓したいんだけど、なんかもう多すぎて整頓する気になれないんだけど、ちょっとそろそろやろっかなって思ってきてる。ちょっと収納ボックスとか買って。ありがとうギフト、こんばんは。そうめっちゃあるんだよね本当に。なんか初期の生写真とかもめっちゃある。絶対にもういらないよね初期の生写真は。あのなんかツインテールしたやつね、これいつのやつやって出てきそう。え絶対出てくると思います。だってもう私も把握してないもん。だって恥ずかしいぐらいの美術のグッズがさ、もうなんか数えきれないぐらい、なんかほんとパンパンなのね。こういうなんかめっちゃ大きいボックスにすんごい量入ってるから、本当にプレゼントでもしたいぐらいだけど、いらないでしょそんな私の初期のグッズは。まあ思い出として残しておくけども、まあレアっちゃレアだよね。こんばんは。いまだにおばあちゃんち、おじいちゃんとおばあちゃんち行くとさ、総選挙のポスターとか飾ってある恥ずかしい本当に、総選挙のポスターいまだにある。でもそれも多分いただいたのかな、総選挙のポスター。そうあるんだよね、飾ってあるの。だしね、あとなんだろう、なんかいろいろもう数えきれないぐらいのグッズがねある、多分。こんばんは。なんか T シャツとかはさ着れるじゃん。そうなんか別にレッスン着とかにしなくてもさ、なんか部屋着とかとしてさ活用できるけど、チケホルとかはさもうどう頑張ってもさちょっとできないじゃん。自分の顔がさバンってもうプリントされてるようなグッズだからさ、外に持っていくにもって感じだし、そうなんか
逆に使う用途がなさすぎて、そう奥底に多分いらっしゃると思います。クローゼットこんばんは。マナカ入れて使うしか、あ、パスケース恥ずかしすぎでしょ。自分の顔プリントされたやつ毎回かざさなきゃいけないの、ちょっと難易度が高すぎますね。こんばんは。あと缶バッジもいっぱいあるな。缶バッジって何かとさあるやん、何かと出ません？缶バッジっていうグッズめっちゃある。だしクリアカードもトレカっていうのかな、もうレアとレアじゃないやつ両方いただくから、それもあるし、本当になんかいっぱいあるって感じこんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。生誕くじでばらまこう何賞にふさわしいかないやもうなんか賞とかじゃないかもしれない、もう参加賞みたいなのでやろうかな壁紙以下、そうデジタル壁紙以下レベルの賞で参加賞とかしてやろうかななんかたまにショッピングモールとかでやってるガラガラの、あのこうガラガラってやつの、ほんと参加した人全員もらえるティッシュ、ティッシュとかの立ち位置じゃない、もうもはやそれぐらいの価値な気がします。もうこんばんは。逆にもう8年目かとかになってくるとレアなグッズにもなってきそうだけどね。こんばんは。生誕祭で買うときに福袋で配るとか、もうなんか投げていいかな、こうステージからサインボール的なノリでやっていい？てかサインボール好きなんだよねめっちゃ関係ない話、そうサインボール投げるの楽しいけどサインボールに字書くとさ、いつもの3倍ぐらい字うまく書けなくなっちゃうからさ、難しいんだよね。こんばんは。サインボール投げたい。なんかコンサートとかで結構投げてたイメージだったけど、今あんまないよね、サインボール投げたい。結構でも投げるのね、あれね、そう軽いボールだとマジで飛ばないからさ、ちょっと重たいカラーボールとかならポンって飛んでいくんだけど、本当になんか軽いちっちゃいやつとかだと、そう投げるのがね難しい。逆にね、ありがとうギフトありがとうございます。ジェリービーンズの時一回取れそうだったけど取り損ねた。あ、そうなんだ、ジェリービーンズ懐かしい。
未だに楽屋にあるよ、ジェリービーンズのギターと全部ある、 3色。そう、未だに楽屋にいる。グッズ注文してきた。わあ、ありがとう。構造が早くて素晴らしい。ありがとう。ぜひライブ中に見せてください。こんばんは。22日までだから意外と短い。あ、そうなんだ。じゃあもうなおさら今買ってください。ぜひ、うちわは特にちょっと嬉しいんで、劇場とかでも使えるしね。意外となんかサマーツアーとかのグッズ、うちわ持ってきてくれる方とかいるからさ、まあ大きいしね、見つけやすいと思うので、今回のサマーツアーに限らず他の場所でも絶対使えるから、ぜひ今回のビジュいい感じなんで買ってください。ぜひ、こんばんは、ゲットして。衣装もね、そう、15周年の衣装で可愛いよね、緑色。私そう、意外と緑やって込まれること多いんだよね。15周年のもだしさ、 S の3、4曲目も緑だし、可愛いよね、緑。ギフトありがとう、ありがとう。うちは欲しい。私もうちは、うちは欲しい。私も使うタイミングないけど。緑似合うと思う。え、違う、緑って全人類似合うんだよ。そう、緑はね、みんな似合う色らしい。どっかで聞いた。赤も似合うって言ってた。誰だっけな。でもなんかとりあえず緑と赤は似合うらしいよ、みんな。でも確かに赤似合わないってあんまりないよね。わかんないけど、なんだっけ、赤誰だっけ。そうで、緑は似合うっていうらしい。そう、ブルベとかさ、イエベとかあんじゃん。緑とさ、でも黄色と赤ってさ、混ぜたら緑になるじゃん。多分そういうことじゃない。振り袖選ぶときかな。うわー、それっぽい。でも赤は多分言ってました。緑は違うと思う。緑はその時に聞いてないんだけど、赤は確かにそうかもしれない。そう、振り袖のね、清水屋さんのね、スタッフさん方が言ってました。赤はみんな似合うんですよねって言ってました。すごい褒め上手な方たちだったから、もうすごいおだてられちゃってそう、もうルンルンでしたよ。あ、こちらも似合いますとか言われちゃってさ、決めるのに大変だったよ。こんばんは。自分何目なんだろう。ゆずはブルベ、ブルベです。調子になって、うん、でもね、3種類ぐらいしか着てなかったかも、試着したの。なんか結構にこう見てたけど、そう、目に留まったのは3個くらいだったかな。3着くらいでした。こんばんは。冬、多分冬な気がするけど、わからん。でも
イエベではなさそう、個人的にだけど。わからない、わからないけど、わかんない。でもなんか自己し診断みたいなやったんだけど、結構ブルベに当てはまるんよ。しかも冬ね。でもブルベ冬ってあんまいないらしくって、そう、あんまりいないらしい。なんか夏はいるけど冬、そう、冬はあんまりいないみたいなのは聞いたことある。レアじゃん。そう、 AB 型だしね、私。なんかレア人間らしいそう、レア人間らしい。そう、 AB 型だし、 MBTI もなんか少ないやつだし、貴重ってことでよろしい、私という存在確かに左利き、確かに今からでも左利きにしよっかなAB 型の左利きっていないんですよね、確か。あんまいないっていうよね。今からでも左利きにしよっかな、強制しようかな、箸とかから左利きに変えていこうかな。いや無理だな無理だな、左利きはちょっと難しいな。余計食べるの遅くなりそう。確かにめっちゃ時間かかりそうだな。こんばんは。左利きまあまあ不便です。でも言いますよね、結構さ、左利きって IC カードとかもさ、こう押さなきゃいけなかったりするじゃん。あとなんだっけ、なんかお店とかのさ、なんかスープとか継ぐやつもなんか右利き用が多かったりとかするみたいな、テレビで見たことある。大変そう、調理器具とか。ハサミとかもさ、左利きとか右利き用とかあるんかな。私さ、右利きの人がさ左側に座ったらぶつかっちゃうよね、こうガンって。まあさすがに肘張ってご飯食べる人はいなそうだけど、左利きの人とさ右利きの人が、こっちに右利きの人が座っちゃったらさ当たっちゃう、大変だね。そう、でも私いとこがさ左利きなんですよ。かっこいいなってずっとちっちゃい頃から思ってた、左利き。左利きの友達の見返りいつも絶対一番左に座る。わあ、なんかそっか、そうなるのか、席決まっちゃってんのもあれだね。こんばんは。そう、でも左利きあんまり、ほんといとこぐらいだな、身の回りにいるの。あんまり見かけないかも、左利き。こんばんは。須田さんが左利きしかしやん。須田さんとなんだっけ、ゆずきさんとあいあいさんだっけは左利きだったよね、確か。左利き用のゴルフの打ちっぱなしも少ない。ゴルフいいな、私打ちっぱなしとかやってみたいんだけど、なんか自分ごと飛んでいきそうだからちょっと怖いかも。ゆずきさんいたとは。あ、昨日ですか。あ、お会いしました、久しぶりに。多分卒業されちゃってからは初めてかも。インスタとかは見てるけど。そうね、
こんばんは。飛んでいくポさんを見たい気がするからやってほしい。爆笑する自信しかないんだけど。こんばんは。いやでもゴルフいいよね。なんか大人のスポーツって感じ。ゴルフやりたい。でもなんか大変そう、歩き回ってめっちゃ歩くんじゃないのゴルフって。そういう体力は持ち合わせてないかもしれない。すぐ疲れたとか言っちゃってさ。釣りはいかが？釣りは心が折れちゃいそうだからな。やってみたいけど、でも魚触れないんだよね。こんばんは。でも人生で一回くらいやってみたいな。そう、おじいちゃんがさ、アユのさ、プロなんよ。アユを釣るプロなのね。そう、めっちゃアユくれるんだけどさ。そう、なんかすごいんだよね。こんばんは。なんか割とどっちのおじいちゃんも活発的な人たちなんだけど、鮎釣りの方は鮎釣りの方やばい。鮎釣りっていう一人称やばい。鮎釣りの方のじいちゃんは麻雀も好き。そう、麻雀も好きなおじいちゃん。2リットルボトル違いますよ。これ何？600です。でもう一人は面白いね。なんか天然って感じ天然じいちゃんって感じですね。天然プラスなんか心配性プラスなんか不思議って感じ。かわいい。かわいいおじいちゃんって感じです。どっちもかわいい。どっちもガリガリ。どっちもなんかほんといっぱいご飯食べてほしいってずっと思ってます。そうだし、ゆずの方がもう背高い。多分。かわいいでしょ。こんばんは。可愛いと言ってもらえるとしようと。目が可愛いんだよね。そう、目がね、クリクリ、クリクリじゃない、なんかつぶらなの。そう、目がつぶらなんですよ。めっちゃ可愛いの。で、よくなんか、またそんな分厚い靴履いてって言われます。可愛いでしょ。またそうやって、そうやって分厚い靴履いてって言われる。
かわいいっしょ。こんばんは。仲良し、めっちゃ仲良しですよ。そう、超仲良し。こんばんは。めちゃめちゃ仲良ぴだよ。こんばんは。こまめに会う機会あるんですか？うん、なんか自分も時間があるときは会いに行くようにしてます。どっちのおじいちゃんもでも本当にすぐ近い距離にいるので、全然なんか毎日でも行こうと思えばどっちも会いに行けるって感じ。こんばんは。そう、あやつりのじいちゃんはそう結構名前を間違えてきますね。そう、なんか私の漢字をねよく間違える。そう、私友達に月って書くんだけど、そう、あのね、なんていう字、あれ、なんていう字に使われてるか。そう、なんかお年玉とかくれるときに、そう、あのさ、あのちょっと似てるやつあんじゃん、なんだっけ、忘れちゃった。やさ、あのゆずじゃなくて、あのなんだっけ、どういう、あ、そう、今一番上のコメントのやつ、あのなんだっけ、あ、そうそう、それ、あの下が月のやつ、そう、それに間違われますよく。そう、あ、ありなし、それで言えばよかったね。そう、それありなしのありの字に間違われますよく。それでもあえて言ってないけど。こんばんは。まあそれでもゆずきって読めるからね。あ、読めない？あんまいなそうだけど、まあ読めるっちゃ読める、そう、読める字だから。こんばんは。そう、だからね、でも最近はなんかもうなんか生身でお年玉くれるんだけど、多分もう今年からはなさそう。私ももうそろそろあげなきゃいけないからね。こんばんは。つねもと名前にも月の字入ってるから、ゆずきって名前マジです。そうなの？ゆずもマジでお気に入り、自分の名前に月入ってんの。マジで可愛いと思います。
自分で言うスタイル。それでもお気に入り、かわいい。こんばんは。ほぼ毎回ずっと図間違えられる。確かにね、本当にそれはもうなんか私が生きていく上で一生多分付き合っていく問題だけど、もうまあ響きは一緒だからね、あんま気にしてないけど、気にしてないっていうかもうキリがないなと思ってきて最近。そうだから見て見ぬふりって感じこんばんは。そうだからなんか間違えてても、まあいつか分かればいいかと思ってあんまり言わないマイク言うのもしんどい。そうそうなんだよね、なんかもうめんどくさくなってきちゃってそうだからそうもう言ってないですね。ローマ字やと Z と U でいいの？あ、それで OK です。そう私もなんかそのローマ字問題はよく分かってないんだけど Z らしいです。そうグッズもね表記が Z なんですよね。そうだから Z らしい。こんばんは。字の並びも響きも可愛い。でもなんか個人的に5文字の名前が好きだな。野村美代とか収まりが良くないですか？すごい。そう2文字の名前可愛いなって思う個人的にね。確かにもう日記書く時間か。こうかな。そうもう時計が遅れとって本当に。電池変えなきゃと思うんだけどすぐ忘れちゃう。電池を変えるっていうことを。ココナココ派なのに。あ、C、え、それは何の違いなんですかね？ K と C の違いは。それは何？好みってこと？その人の。あとさ、R と L もよくわからん。R と L も何が違うの？そこが理解できてないんだけど。それ理解できてない私は、ちょっとおバカちゃんってこと？こんばんは。そう英語苦手なんだよね。なんかでも単語はなんかなんとなくわかるんだけど文が読めない
その文がよ分からん。でも単語はなんとなくわかるような気がするって感じだけど、なんか洋楽とかさ聞くんだけどさ、なんかそういう英語がちゃんと分かればさ意味とかも分かるじゃん、聞いてて。なんかそれかっこいいなと思って英語勉強しようかなって一瞬思ったけど諦めた、無理そう。そう、無理そうって思って諦めました。英語って絶対難しくない？日本語が難しい。いや、それは本当にそう。本当にみんな偉いよ。漢字もカタカナもひらがなも分かるんだから。偉い偉い。こんばんは。ました。もう今日はね、そう、あとは寝るだけなんだけどね、なんか見たいんだけどな、何がいいかなって探し中です。そう、あんまりなんか普段映画とかは見ないんだけど、そう、久しぶりにね映画見るモチベがあるから、最近はそう、なんか見るようにしてるんですけど、そう、なんかどうせならさ、見た初めて見る映画とか見たいんだけどさ、
やっぱなんか何回も見ちゃうんだよね、同じ映画。こんばんは。テレビで見るの？ううん、スマホで見ます。本当はテレビで見たいんだけど、そう、なんか映画とかドラマとか見てる間もなんか携帯見たくなっちゃうから、そう、携帯、本当は携帯で見たいんだけど、じゃあ携帯で見たいじゃない、映画はテレビで見たいんだけど、夜だからね。携帯で見ます。ゴジラ、面白いんですか？なんかゴジラマジで知らないんだけどさ、でっかい恐竜的な感じっていう認識しかないんだけど、それそんな人間でも見れる？面白く。めっちゃでも気になってはいる。なんかアマプラだっけ、アマプラ開くとさ、毎回ゴジラ出てくるんだよね。おすすめされてるんだるのかな、これは。そう、すごい出てくる。アマゾンで無料。あ、そうなの？そう、見たことないゴジラ。見た方がいいなら見ようかな。でもなんかゴジラこそテレビで見た方が良さそうだけど。で、迫力がさ、ある系な映画やん、ゴジラって。絶対なんかテレビじゃないともったいなさそうじゃない？それこそ逆に映画館とかで見た方が良かったんだよね、きっと。そういう映画って家にスピーカーあると映画見るの楽しい。いやー、マジプロジェクターとか欲しい。絶対いらないんだろうけど、プロジェクター欲しい。ヘッドホンも欲しい。もうダメダメです。でもプロジェクター欲しいんだけどさ、私の自分の部屋がさ、ちょっとさ、なんか白い壁じゃないんだよね。そう、なんか模様付きなの。だからさ、その、なんていうの？この壁に完全には映せないんだよね。それがちょっと難点じゃない？そのうちプロジェクターとかで振り分出すかもしれん。そう、だからスクリーン的なものも買わないとさ、見れないんだよね。なんでプロジェクターなの？映え映えって感じ。おしゃれだから。ただそれだけ。でもなんか最近 TikTok とかでなんかプロジェクターに音楽のアプリとか映して、そこから音楽流すみたいなのとかを見て、あ、めっちゃいいじゃんって思って。おしゃれじゃない？それをやりたいがためにちょっと欲しいなっていう感じ。壁紙張り替えちゃう、張り替えちゃうっていうか、もう塗り替えようかな、自分でペンキとか買って、白壁に。でも天井は白なの。そう、だから天井に映せばいいかな。もう寝転がりながら見る想定でやろうかな。絶対知らないうちに寝てるやつね。そう、絶対寝ちゃうやつだから、ダメダメダメ。
やでも寝れない私からしたらいい睡眠方法かもしれん。15分に終わろうかな。今日大富豪しよっかな。最近やってないや。大富豪しよっかな。メール送り次第行きますか。うん。今大富豪？うん、常に大富豪でしかプレイしないです。絶対になりすまし券とか使っちゃう。24日鉄のコメントしました。あ、私の1ヶ月ぶりの鉄の楽しみましょう。こんばんは。何時ぐらいまでやります？どうしよっかな。何時ぐらいがいいかな。まあ23時からやれると考えて、まあ30分ぐらいはやりたいかな。少なくても40分くらいまでじゃやろうかな。そうします。ギフトありがとう。都落ちしてくれ。なんか申し訳ないんだが、なんかさ、その大貧民でプレイしてるとさ、これいつまでも大貧民な気がしてきちゃうって思ってさ、すぐなりすまし券使っちゃう。こんばんは。私さ、なんか大富豪ってさ、ほんとカードがいい悪いもあるけどさ、なんかほんとにさ、カード良くてもさ、すぐ革命されたりとかしない？なんかほんとに調子悪い時ってずっと都落ちしてる。そう、ずっと都落ちしてる。もう何回するんってぐらいしてるから、ほんとに。こんばんは。55分になったから終わろうかな。そろそろこの後はじゃあ大富豪で会いましょう。23時から40分くらいやってます。ありがとうございました。バイバイ。また明日。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。